じゃあ今日はね、以前動画で昔恋人と絵を描いて遊んでたっていうお話をしたんですけれど、それでね、その絵を描いてくださいっていう、ありがたいお声をいただいたので、今日はちょっと絵を描いてみたいと思います。で、その昔のね、彼と絵を描いて遊んでた時、それアンパンマンシリーズだったんですよ。で、唯一すごい丁寧に描き方とかコツを教えてくれたのがドキンちゃんだったので、今日はね、これからのドキンちゃんを描いてみたいと思います。じゃあ、今ね、予習も何もしてない状態で、その過去の記憶を頼りにこれから描いていくんで、ちょっとよかったら見ていってください。はい、じゃあドキンちゃんいきますよ。これ角ね。どうだったっけな。こんな感じ。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。で、目はね、こういう感じで描くといいって言われたんですよ。あ、やばい、ずれた。で、ほらほら、いいんじゃない。やべえ、ちょっと待って、こっからが分かんない、こっから覚えてない。 ちょっと待って。え、鼻ってこういうんだった、こういうんだった。待って待って、口、やべえ、口忘れた。あれ、ちょっと待って、待って、合ってる。あ、こんな感じ、こんな感じ。あ、ドキンちゃん完成。ドキンちゃんで、あ、じゃあついでだからアンパンマン描くか。アンパンマンはね、もう子供の頃から結構、これはなんだろう、お絵描き歌にもあったから結構うまいと思うよ。で、これ目でしょ。で、おら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 、アンパンマンうまくない？あ、やべ、字間違えた。 アンパンマン。じゃあついでだからバイキンマン描いてみるか。え、待って、バイキンマンってどういうんだった？ ちょっと待って、全然覚えてないんだけど。 待って、バイキンマンってそもそも、角って2本だったよね、なんか。こんな感じだったっけ？ちょっと待って、バイキンマン、輪郭がわかんねえ。輪郭ってどういうんだった？こういうんだったっけ？やばいやばいやばい。待って、こっからわかんないんだけど。鼻こんなん、あ、でさ、なんかこういう感じじゃなかったっけ？こういう感じじゃない？待って、目がわかんない、目がわかんない。ちょっと待って、バイキンマンの目ってどういうのだった？待って やばいやばいやばい。ちょっと待って、すごい可愛い感じになってきちゃった。待って、口 口どういうんだったっけ？ やばい、口わかんない。これバイキンマンじゃなくてチーズじゃない、これ。でもチーズこれないもんな。ちょっと待って、バイキンマン。 ちょっと待って、絶対口が違うよねこれ。どういう、こういう感じだった。あ、こっちの方が近い。わかんない。 こんな感じです。どうですか？ いいですか？ じゃあね。